はい、どうもじゃケンジです。本日なんですけども、アメリカ編をね中断しまして、ちょっとやばいものが届きました。というわけで今回はこのブランドからねあるものが当選したので、開封動画プラスレビューの動画になります。キスですよ、キス。結構応募してるんだけど全然当たらないキスさんからね当選したんですけども、これはねマジで欲しかったスニーカーだったし、何よりもめちゃめちゃ頑張ったスニーカーの一つでもあるんですよ。で、ある失態も犯してしまったので、そこら辺の裏話も踏まえて今回ね動画にできればいいなと思います。それではね、肝心の中身の方開けていきたいなと思います。じゃん！アシックスゲルライト5サーモントーになります。はーい、このスニーカーは本当に待ちましたわ。このスニーカーめちゃめちゃキスさん梱包丁寧ですね。すっごい綺麗に梱包されているサーモントーさんなんですけども、あげちゃいましょう。うーわ、えぐいほど綺麗。漢字の中身はこちらです。はい、じゃーん、こちらになります。やばいね、今回のゲルライト5かっこよすぎやしませんか。こちらのモデルなんですけども、キスの創設者であるロニー・ファイグさんがですね10年前に発売したレザーバックとサーモントーを一新させてのニューモデルとしての販売になります。ロニー・ファイグさんがですねレザーバック持ってる方とサーモントー 1.0、2.0、この3つの中からどれでもいいからインスタグラムにポストしてくれれば、そっからスタッフが選んでメールを送って、なんとね限定ズームライブに参加できるっていうイベントが実はあったんですよ。で、僕ねちょうどね 2.0 サーモントーをね持っていまして、それをねまあポスト応募したら、なんと僕当選したんですよね。これがほぼほぼ全員当選みたいな感じだったらしくて、持ってる人で応募すればまあまあまあ当たったんじゃないかなっていうイベントでしたね。レザーバッグで応募している人は結構少なかったんですけども、やっぱサーモントーは当時持ってる方とか結構いらっしゃったので、まあ、ヒゲミルクさんとかもそうですね、多分持ってると思うので、そういった兼ね合いもあり結構な応募があるんじゃないかなと思ったんですけど、ズームってなんか同時接続300人とか400人とかできるっぽくて、結構数えたら300人もいないかなと思ったんで、だいたい全当落かなと思って当選を待ちわびてたんですけども、なんと僕は当選したというわけで、そっからがまあ僕らしいオチがありまして、日にちをね入浴時間の日にちと日本時間の時間を1日勘違いしちゃいまして、ズームに参加できませんでした。起きた瞬間ね、はぁーってマジでなったから、いやマジで本当に久しぶりにやったなーと思いましたね。何のために応募したんみたいな感じになっちゃって、すっごいショック受けてたんですけども、後々からキスロニーチームから今回のズーム参加した人はねロイヤリティプログラム、まあ先行販売ですよ、権利を渡すからこっから買ってなみたいなメールが来まして、そのロイヤリティプログラムに選ばれた方は2足レザーバックとサーモンと2色買いができたというわけですね。その後に普通のロイヤリティプログラムがあるんですけども、それはサーモントーからレザーバックどちらかの1足しか買えませんっていう感じだったので、まあズーム参加した人はちょっと特別感があったのかなと思います。ロイヤリティプログラムを結局サーモントーはでかいサイズは結構速乾しちゃったんですよね。で、僕もロイヤリティプログラム後から来て、まあ2足ずつ欲しいなと思ったんでちょっと買おうかなと思ったら、なんとねレザーバックしか残ってなくて、僕その時レザーバックの方がすごい欲しかったので、あーレザーバック買おうって言って買ったんですけども、関税合わせて3万円、これ高すぎなんですよ。で、今回僕がこちら購入したのはキス東京での抽選販売で当選して当たったという感じです。こちらの価格なんですけども19,900円ぐらいで、まあ約2万円ですね。いや本当に一番安く買えるのはこのキス東京です。いや本当に嬉しい。ゲルライト3の方と見比べてどんな感じなのかっていうのを皆さんとねシェアしていきたいなと思います。はい、こちらがねゲルライト3なんですけども、5と比べてやっぱり大きく色が変わったっていうことはないんですよ。やっぱ形が変わりましたね。色味も若干、これはちょっと古いからこういったピンクになっているのか、やっぱりこっちだからちょっと色が違うんですね、ピンクの感じが。まあでも基本的なベースの色はねあんまり変わらないのでいいかなと思うんですけども、やっぱり一回も履いてはいないんですけども、時間が経つとね劣化していくっていう感じなので、まあこれも大事にしていかなきゃいけないんですけども、2足あるこっちだったら何にも気にせず履けるのでね履きたいなと思います。まだね海外の方では到着してないと思うんですよね。本当はレザーバッグと一緒に取ろうかなと思ったんですけども、一生来ないっていうね。しかも関税込みで3万円でレザーバッグの方を買ったんですけども、
なんと2段でね3万円以下でね売られているっていうね、寂しい。いや、レザーバッグの方が本当はめちゃめちゃ珍しいモデルなんですよ。だってこれ2回復刻してますからね、これ合わせてっていうことを考えると、レザーバッグの方がファンとしてはたまらねえのかなと思ったんですけども、やっぱりこっちの方がねプレ値高いってことは皆さんこっちの方が欲しかったんじゃないのかなと思うんですけども、レザーバッグが発売された時はね、ロニーもちゃんと一緒にお客さんとお店並んでスニーカーを販売をしたっていうね思い出のスニーカーなので、レザーバッグはねちょっと評価が低いんですけども、過小評価なんじゃないかなって個人的には思っています。サーモン等っていうこの分かりやすいカラーリングはやっぱりいろんな人にも受けるっていう感じで、こちらの方が価値としてはプレ値としては結構高くなっちゃったのかなと思ってます。ファンだったらね2つねどうしても欲しいと思うので、サーモン等買った人は買った人でレザーバッグ買った方がいいし、レザーバッグ買った人はサーモン等頑張ってプレ値買ってもいいんじゃないかなって一足ですね。とにかくこちらのスニーカーね細かいところ皆さん見たいと思うので、こちらの方ね見てってください。それではこちらをどうぞ。はい、というわけでね、こちらのスニーカーを上げていきたいなと思うんですけども、いや本当に箱がすごい綺麗なんですよね。多分検品してないんじゃないかなってぐらい本当に綺麗で、その証拠なんですけども、これ開けるのねここまでしか開かないんですよ。これすごくないですか。だからここまでググググって開けたことがないぐらい本当に超綺麗な箱ですね。アメリカとかから運ばれてくるとこんな状態ではほぼほぼ届かないので、こういったところはすごい嬉しいですね。たまらないです。最近スニーカーブームもちょっと下火ってこともあって、こういったアシックス系はほぼほぼフェイクは出回らないんでいらないかなとは思うんですけども、久しぶりのねスニーカーレビューなんで細かいところまで行っていきましょう。はい、こちらね29センチです。ほんと29センチしか僕買わないんで当選率がいつも低いんですけども、本当に当選よくしてくれたなって感じで嬉しいですね。サーモン等のイメージですね。これレザーバッグだとブラックとブルーみたいな感じで本当に綺麗な配色になっているんですよ。でここにキス10周年の X を加えたキスアシックス、すっげー綺麗な箱なんでスペシャル感もたまらないですよね。昔のレザーバッグとサーモン等だったら普通のノーマルボックスなんですけども、今回はね全員にスペシャル感のあるボックスっていう感じですね。開けていきましょう。今回ねこちらの袋がついてますね。アシックスとキスって書いてあるスニーカー袋みたいなのね1個入ってます。はい、こんな感じになるんですけども、やっぱり素晴らしいね。このタグがついてるかどうかちょっとわからないんですよ、外国のものが。ただ国内のものはこういった感じでアシックスジャパンのしっかりついてるって感じですね。前回発売されたこちらのゲルライト3のサーモントッドと比べまして、まずミッドソールが全然違いますね。こっちブラックに対して新しいゲルライト5に関してはホワイトが使われております。頬の部分なんですけども、やっぱり若干ちょっとピンクの感じが違うっていうのもあるし、素材もやっぱり一緒なんですけども若干ちょっと違うかなって、触り心地はちょっと違うかなって感じしますね。シューレースなんですけども、ピンクと白とよくわかんないミミズみたいなやつが入ってますね。ミミズって言い方あんま良くないんですけども、あともう一つねグレーも入ってて、であとネイビーも入ってるっていう、結構5色展開ってなかなか珍しいですよね。これだけシューレースが5つ入っているっていうのは、まあキスアシックスではあるんですけども、最近のスニーカーではなかなかそんなに展開されてないので結構珍しいかなと思います。で3と5ね、5の方は若干軽いですね。これ歩くのにより適してるかなって個人的に思います。お尻の方なんですけども、こちら10のキスが書いてありますね。前回のモデルはねこんな感じになってるんですよ。まあこちらもこちらでいいんですけども、こちらの方はちょっと雰囲気もいいですよね。進化しているのかなって感じで、よりシンプルになったゲルライト5っていう感じですね。あんまり僕インソール取りたくない派なんで申し訳ないんですけども、こんな感じでアシックス、いつも通りのボックスの10周年キスって書いてあるんですけども、昔のモデルはねロニーファイグのファイグって書いてあったり、こっちでロニーって書いてあったりね、ちょっとロニー色が強いんですよね昔のモデルに関しては。でも今のゲルライト5に関しましてはファイグと書いてありまして、こちらの方にはアシックスって書いてありますね。ロニーファイグ感がちょっと薄れたというか、よりシンプルにアシックスのサーモン等感を出してきた一足っていう感じですかね。本当に軽くて多分履きやすいスニーカーなんで、普段使いとしてもやっぱりたまらなくいいかなと思いますね。レザーバッグがこの軽さで出るんだったら、僕はこのサーモン等よりもレザーバッグの方をねちょっと履いてみたいなっていう気がするので、本当に早くレザーバッグが届くことを祈っているっていう感じですね。多分サイズ感に関してはそこまで差はないと思うので、ぜひ買ってみてください。はい、そんな感じになりますけども、いやーこの一足はやっぱり
ぱり本当に今年でトップ3に入るぐらい欲しかった一足ですね。新しいスニーカーっていうよりもあのスニーカーが復刻するだとみたいな感じだったんですよ。キスの本で見た時からあもうこれ出るんだっていうのはリークされてましたけども、それでもやっぱり絶対に欲しい一足だったし、キスでスニーカー買うってすごく難しいんですよっていうのもあったので、今回当選してめちゃめちゃ嬉しかったなっていった感じの一足ですね。ぜひ皆さんもこちらのアシックス、サーモン等とレザーバッグ2種類あるので、まあレザーバッグの方が個人的には本当おすすめなんですけども、どちらもとても素晴らしいスニーカーなのでぜひ購入を考えてみてくださいという感じで、ね、今回の動画終わりたいなと思います。この動画いいなと思ったり参考になったと思ったらグッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。